はいどうも、近松門左衛門です。今日はですね、エイプリルフールということで、今彼女のあえなんちゃんが寝ていると、ちょっとエイプリルフールならではのドッキリを誓いたいと思います。寝起きで適当にプロポーズをしてみる。まあエイプリルフールなら寝起きで適当にプロポーズしてもまあ許されるし、エイプリルフールって多分分かってると思うんですね。適当にプロポーズしたらどういう反応するのか、ちょっとやってみたいと思います。行きましょう。男子中野、中野起きて、結婚しよう、結婚しよう、結婚しよう。やっぱりそう思ってた。うん、私から言おうと思ったんだ。結婚しよう。うん、うん、うん、今日も今日結婚しようだよ。今日、今日だよ。いや、今日だよ。今日、なんだ、うちから言うつもりだったの。マジマジ、あ、やだやだ。いやいや、準備、え、マジなの？え、マジで本当に行くの？あの、今から向かいますのでよろしくお願いします。あれ、悪ノリだよね。あ、マジ行くの？本当に行くの？え、ちょっと待って、あ、本当に行くの？リムジンになんと、ゆうすけとあゆなの文字が。本当に結婚するんですね。まだお父さんには許してもらってないけど。